はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダーエグゼードサウンドライダーガシャット9と10です。はい、6月はサウンドライダーガシャットが11まで一気に発売して、11はときめきクライシスと仮面ライダークロニクルで、そっちは結構数を買ってありますので、まずは2個ずつ買ったこちらから開けましょう。09の方がマジック・ザ・ウィザードとファミスタで、これのノーマルバージョンとメッキバージョン。10の方が太鼓の達人とフルスロットルドライブ。太鼓の達人に関してはデラックス版も単体販売はなくて DVD とセット販売でしたから、持ってない人が多いと思いますので、これはいいガシャポン化ですね。ただどれもデラックス版をすでに持ってますから、メッキバージョンを狙って各2個ずつ買いましたので、両方一気に開けましょう。まずは赤いカプセルの09ですね。シールを見ないようにビニールを切って、せいのドン。あ、ノーマルだ。これはファミスタ。シールを見よう。何かな。はい、ファミスタのノーマルとメッキバージョン。この2個買っただけで、奇跡のメッキバージョン来い。もう1個が、せいのドン。あー、ノーマルのファミスタだ。いつも通りのパーツ構成ですから、クリアパーツをカチャッとはめて、下の部分とグリップパーツをセットしつつ、シールを貼れば、はい、あっという間に完成ですね。残念ながら両方ともノーマルのファミスタ。では、銃の方も開けましょう。こっちはドライブと太鼓の達人ですから、太鼓の達人欲しい。ノーマルでもいいから。できれば、メッキ来い。せいのお、ドドン。おー、来た！太鼓の達人、ノーマル。もう1個でメッキバージョン頼む。最近普通に買ってメッキバージョンはほぼ出してませんかね。それでは今回最後、ドドン。あー、ノーマルだ。太鼓の達人。しかも4つ開けてまさかのレジェンドゼロ。はい、サウンドライダーガチャと09と10を2回ずつ回した結果、どちらもナムコ系ガチャットで、ファミスタのノーマルが2つと、太鼓の達人のノーマルが2つ。残念ながらメッキバージョンも出ませんでしたし、レジェンドも排出しませんでしたね。とはいえ、太鼓の達人のノーマルかメッキは欲しかったので、とりあえずこれは良かったです。ちなみにミニフィギュアとかは特に変更なしですね。ではまずファミスタのガシャットから確認しましょう。正面、横側にはファミスタでちゃんとはまってない。電池は最初から入ってて QR コードがあって、ファミスタのゲーム絵がグリーンの発光っぽい状態になってますね。電池を抜いて1音目。ファミスタ！ファミスタ！はい、レベルアップ音声が鳴って、この2音ですね。デラックス版と比べると、本体カラーはほぼほぼ差がなくって、ガシャポンですから、ちょっとここが出っ張ってて、スピーカーが裏側にありますね。こっちは、ファミスタの後に BGM がありますね。では、ゲーマードライバーと連動。レベル1音声は特になくって、レベル2。はい、ちょっと音声はさっぱりめですが、レベル2サウンド入ってますね。さらにレベル3。はい、こちらもちゃんとサウンドが入ってますので、非常に優秀なガジェットです。一応デラックス版と聞き比べると、
この音声からの3。ほぼ近い形のサウンドがガシャポン版もなりますので、500円でこれは十分ですね。では続いて太鼓の達人、正面、横には太鼓の達人で、裏側でドンちゃんが映ってて、絵柄はっきりくっきりでいい感じ。デラックス版と比べると若干光沢がないベージュで、これは成型色の差がありますね。ガシャポン版はいつも通りシールはクリアですから、少し薄めの絵柄で、1音目は、太鼓の達人、2音目。レベルアップ音声が鳴ります。もう一回押すと1音目に戻りますね。デラックス版では、この BGM が入りますので、この部分が違いますね。クリアパーツを裏側から見ると、絵柄は同じです。ゲームドライバーと連動。レベル1は鳴らなくって、レベル2。さっぱりめのレベル2からのレベル3。はい、ちゃんとサウンドが鳴りますね。今回はファミスタと太鼓の達人が2本ずつ出ましたので、2本差ししてみましょう。他のデラックス玩具では決め技スロット。決め技からの爆発音で、これも同じサウンドでキースラッシャーだと、特に変わりませんね。バグルドライバー、割と音声タイミング良さげ、つばい。こっちも悪くない。太鼓の達人で決め技スロット。もうこれは変わりませんね。キースラッシャーとガシャコンブレイカーは突っ飛ばして、バグルドライバー、なかなかのタイミングの合わなさ。つばい。これはタイミング悪くないですね。
とはいえ、ほんと太鼓の達人はこれまで DVD の付属品でしたから、こうやって簡単に手に入るのはいいですね。はい、ということでガシャポンサウンドライダーガシャットの09と10を一気に紹介しました。相変わらず単体でもしっかり音声が鳴りますし、連動収録音声も良くって、気軽に買えるガシャットとしては本当ありですよね。ただここのところラインナップがちょっと微妙だったので、次の動画でこの11を開けるんですが、11はクロニクルとときめきクライシスですから、神ラインナップ、果たしてメッキバージョンは入ってますでしょうか。この動画はすぐにアップします。以上、仮面ライダーエグゼードガシャポンサウンドライダーガシャと09と10の紹介でした。